ネイルをしていきたいと思います。メイク岩で皆さんこんにちは、メイクです。私よくツイッターとかインスタグラムに載せたことあるかなとかで、あのネイルしましたみたいな、よく写真載せたりするんですけど、今日はどうやってネイルをしているのかっていうのを動画にしていきたいと思います。今回はネイル編ボリューム1ということで、ネイルチップにネイルをしてプレゼント企画にしたいと思います。今見てるね、視聴者さんにプレゼントしていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回のネイルのテーマなんですけど、もうちょっと終わりかけではあるんですけど、冬のネイルちょっとテーマにしてやっていきたいなと思って、私、個人的に赤とゴールドが好きっていうのもあるんですけど、可愛いネイルをしていきたいと思います。はい、で用意するものなんですけど、赤のネイルとゴールドのネイル、このゴールドがなるべくそのラメが細かいものがおすすめです。マスキングテープとセロハンテープ、そしてハサミとネイル用のチップが必要になります。でも自分でやるときはチップいらないので、マスキングテープとセロハンテープとネイルぐらいでいいと思います。で早速始めていくんですけど、今回このネイルチップやるのにセロハンテープを輪っかにして、でこう手に巻きつけるんですね、人差し指に。でここにネイルチップをつけるんです。でトゲトゲしてるやつをハサミでカットして形をね整える、そのためのハサミです。でイメージしやすくするために人差し指につけます。はい、でしたらもうこのまま塗っていきたいと思うんですけど、今回のネイルが赤とゴールドということで、基本全部赤のネイルなんですけど、片手に2本ずつゴールドを入れていこうと思っているので、右手から作っていきます。赤のネイルを全体的に塗っていきます。ジェルスタイルマニキュアレッドを使っていきます。ジェルスタイルマニキュア、これすごく塗りやすいです。細かいところには向いてないですけど、全体に塗るやつとしてはすごく塗りやすいです。乾くします。はい、次、赤のネイルが全体的に塗れて乾いたら、これ本当に大事です、ちゃんと乾いたらマスキングテープを貼っていきます。でマスキングテープは粘着力をなくなします。わざと粘着を弱めて、こういう太いマスキングテープの場合は真ん中をカットしちゃいます。この端のね、まっすぐなってる部分を爪に。はい、こういう感じで、次反対のハサミ入れた部分じゃなくて外側のまっすぐなってる部分をゴールドを当てて塗るので、線が入るようにここに細めに、こういう感じで間を空けて、こういう感じで結構細めですね。その爪の大きさに合わせてなんですけど、細めに線を入れてここにゴールドを塗っていきます。はい、こんな感じで塗れたらまた乾かします。トレイヤーオン。はい、ある程度乾かせたなと思ったら、ゆっくりマスキングテープを剥がしていきます。お、いい感じ。はい、これ粘着力が強いと要はネイルが剥がれてしまうので、本当に何回も何回もペタペタして、次ですね、めっちゃ細くマスキングテープを切ります。切ったらこのゴールドの下にこれを貼ります。こういう感じです。
結構細かいですよ、この作業。そしたらさっき切った反対側を同じぐらいの幅で貼ります。はい、こんな感じで貼れたら一回ゴールドを塗っていきます。でこの時にこっちにはみ出さないように、なるべくこっち側のマスキングテープにはみ出すように。はい、そしたらまた乾くのを待ちます。乾いたのでこの細いのほか方からいきますよ。そうリロ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 怖い怖い。で線を2本入れていくんですけど、ここの2本が完全に乾いてないとここもぐちゃぐちゃになっちゃうので、ここは本当にちゃんと乾かしてからやることをおすすめします。女子って大変やな女子大変だな本当に。塗ってくよみんな。はい、乾いたので取っていきます。ゆっくりね、ゆっくりね。ふうめっちゃ綺麗、いい感じいい感じ、見てみんな。はい、トップコート塗れたのでこのままピュッて引きますこれはこういう感じで放置しておきます。はい、ただのゴールド塗っていきます。このゴールドは LT クラックネイルです。でこのゴールドもラメが細かいとはいえ下を何も塗ってないので2度塗り3度塗りしていい感じになるぐらいなので、はい、ゴールド塗れました。右手は薬指と親指です。で乾かしてトップコートを塗ったらこの指は完成です。はい、でトップコートして多分少し乾いたと思うのでここにピッピッ、この指とこの指が完成したので、あと中指と薬指を真っ赤っかに塗っていきたいと思います。はい、2度塗りができたら乾かしていきます。はい、そしたらトップコートを上から塗っていきます。はい、乾かし終わったのでまたこれにほい。そしたら次左手をやっていきたいと思います。見てください、いいよ皆さん、この綺麗な綺麗な線を、やばい、超綺麗。やっぱ太線だとめっちゃ綺麗ですね。やばい。ハッピーバースデー。終わったけど。綺麗。ということで完成しました。2時間くらいですか。2時間以上かかりました。でも多分。今回こう付け爪で一本一本デザインしてったのでちょっと時間かかっちゃったんですけど、多分実際自分の爪でやったらそんなに2時間以上もかかんないと思うので、どうですか皆さん、こんな感じで、どうですかどうですか
このネイルは今見てる皆さん誰か一人にプレゼントしようと思っているので、応募方法っていうのがチャンネル登録した人、そしてこの動画のコメント欄に欲しいよとかコメントくれた人にプレゼントしたいと思います。誰の手元に行くかな、2時間以上のこの努力を。はい、ということで、またネイル企画やりたいので、こんなネイルしてほしいよみたいなあったら、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。ぜひ皆さんいいなと思ったら高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。今日も見ていただいてありがとうございました。ということで次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。